キャンメイク東京ナチュラルシフォンアイブロウ、濃淡2色でふんわり仕上げのパウダーアイブロウ新登場。ナチュラルシフォンアイブロウ、その特徴は5つ。1つ目、細かいふわふわとした軽い感触のエアリーパウダー使用でふんわり眉に仕上がります。また皮脂吸着パウダー配合でメイク崩れを防ぎ長時間キープします。2つ目、濃淡2色だから立体感ある眉に仕上げることができます。ミックスして自分だけのカラーを作ることもできるんですよ。パールやラメが入っていないのでナチュラルに仕上がります。3つ目、付属の斜めカットブラシ、眉の形を作りやすいよう考えられた少し平たいブラシ。毛が広がりすぎていないので細眉も太眉も調整しやすく描きやすいのが特徴。4つ目、お肌に嬉しい美容成分配合。そして5つ目、パラベンフリー、無香料と嬉しい2つのフリー。キャンメイクナチュラルシフォンアイブロウは全4色。01番スイートティラミスは赤みでも黄みでもないダークめのブラウン、落ち着いた大人の印象に。02番アーモンドショコラは赤みよりのナチュラルブラウン、女の子らしい優しい雰囲気に。03番シナモンクッキーは黄みよりのナチュラルブラウン、垢抜けた印象に。04番ハニーナッツは黄身寄りのライトブラウン、色素薄い系の明るめふわ眉に。それでは使い方を見ていきましょう。まず薄いメイン色をブラシに取り、眉の中央を描きます。次に濃いサブ色をチップに取り、眉尻を描きます。そして薄いメイン色をブラシに少なめに取り、眉頭にふんわりのせます。2色をミックスして自分に合ったオリジナルの色を作ることもできます。濃淡2色で自然な眉に、ふんわり仕上げのパウダーアイブロウ、ナチュラルシフォンアイブロウ。キャンメイク東京。